3月28日、西東京教会主日礼拝。聖書の箇所は、ヨハネによる福音書第1章、43節から51節まで。賛美歌は313番です。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝いを主に使い、喜びを歌って御前に進み出よ。司令主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入り、感謝を捧げ、皆を称えよ。主は恵み深く、慈しみは常しえに。主の真実は世々に及び。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、主イエスキリストのご受難を心に刻む時を過ごしています。今週は受難週の歩みを過ごし、来たる主の日、主のご復活を祝う礼拝を捧げたいと願います。どうか今この時、どうして主が十字架にお付きにならなければならなかったのか、それがただひたすらに私どもの救いのためであったことを味わい直すことが与えられますよ。そして感謝してあなたの御業を褒めたたえることができますように。今日のこの礼拝、あなたが御霊を満たしてください。配信を通して預かる者たちも等しくあなたの御霊の恵みに預かることができますように。教会に連なる一人一人の祈りをあなたが受け止めてください。困難な中にあっても、神の民として神の国に向かう歩みを支えられて続けていくことができますように。この国も世界も本当に大きな困難とぶつかっていますけれども、どうか乗り越えていくことができますように、あなたが力を与えてください。そして高ぶる思いではなくて謙遜な思いを持って共に歩んでいくことができますように。あなたが礼拝に共にいてくださり、私どもに御言葉の糧を与えてくださいますことを感謝して、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を読みます。聖書は、新約聖書ヨハネによる福音書第1章、43節から51節まで、新共同訳聖書で165ページになります。ヨハネによる福音書第1章、43節から51節までを読みます。その翌日、イエスがガリラへ行こうとしたときに、フ
ピリポに出会って私に従いなさいと言われた。ピリポはアンデレとペトロの町ベトサイダの出身であった。ピリポはナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法に記し預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。するとナタナエルがナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りはない。ナタナエルがどうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。今ご一緒に耳を傾けました。ヨハネによる福音書第1章43節から51節で、フィリポとナタナエルが主イエス・キリストの弟子とされた、その出来事が告げ知らされています。43節で、ガリラヤに向かわれた主イエス・キリストがフィリポに出会って私に従いなさいと呼びかけられたことが告げられています。そのようにして主に召されたフィリポは、続いて45節でナタナエルに出会った。そして私たちはモーセが律法に記し預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ、そう言ったと記されています。フィリポは旧約聖書、聖書が待ち望んでいたその救い主、その救い主にようやく出会うことが許された、それはナザレの人でヨセフの子イエスだ、そうナタナエルに証しをしたのであります。それに対して46節でナタナエルはナザレから何か良いものが出るだろうか、そういうんです。ナザレというのはイスラエルの地理的なことでいうと田舎です。異邦人がたくさんいる地、むしろ異邦人たちの生活区域であって、そこにユダヤの人たちが起立しているような、そういう地域です。そのような場所から神様の御業に用いられる何か良いものが出てくるだろうか、そうなたないのは言うんです。それに対してフィリポは、来てみなさい、主イエス・キリストのところに来なさい、そして見てこの方がどういう方であるかを知ることを与えられなさい、そう呼びかけるんです。その呼びかけに応えてナタナエルは主イエス・キリストのところに近づいていきます。47節で、イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。まことのイスラエルの民だ。この人には偽りがない。この人は本当に誠実な人だ。そうナタナエルについて主イエス・キリストがおっしゃられるのです。48節でナタナエルは、どうして私を知っておられるのですか、
そう言います。それに対して主イエスキリストは、私はあなたがフィリポから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを見た、そう言われたというのです。フィリポの住んでいる家にイチジクの木があるのでしょう。その木の下にいたというのは、ただ木の下に佇んでいたということではなくて、木の下で祈り、聖書の言葉を思い巡らし、そして神様の御心、神様のご計画を尋ね求めていたということでありましょう。まことに誠実に、神様、あなたのご計画はどこにあるのですか。私は神のためにイスラエルの人々としてどのように歩んでいったらば、あなたの祝福に預かることができるのでしょうか。そのことを誠実に誠実に尋ね求めていたということができると思います。後でも申しますように、ここで主イエスキリストはナタナエルについて語るときに、ヤコブのことを思い起こしているのかもしれません。旧約聖書に出てまいります。ヤコブという人は兄を騙して長男が受け継ぐべき神様の祝福を横取りしてしまう。そしてそのようにして騙した兄を恐れながら、兄と対面する前に神と組打ちをして神の祝福を乞い願う。ナタナエルも神様と組打ちをするように、神様の御心はどこにあるんでしょうか、誠実に誠実に尋ね求めていた。そう言ってよいと思います。ナタナエルは主イエスキリストから誠のイスラエル人だ、この人には偽りがないと言われて嬉しかったかもしれません。自分の精一杯の信仰の歩みを主が知っていてください。このように自分のことを知っていてくださる主イエスキリストを信じた、そう考えることができます。49節でのナタナエルは、ラビ先生、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です、私たちの誠の王です、そう言い表すのです。しかしそれに対して50節で主イエスキリストは、イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか、もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた、はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。先ほどヤコブという人のことを申しましたが、このヤコブという人が野宿をしたときに、そこに天から地に地を結ぶはしごが示され、そのはしごを御使いたちが上り下りするのを見ることが与えられ、そう旧約聖書に記されています。ここでは主イエスキリストという方を通して天が開け、天使たちが主の上に上り下りするのを見ることになる、そう主が告げておられるのです。ここではこの人には偽りがない、この人は誠実だ、そう告げられてナタナエルは喜んだかもしれませんが、そのような人間の誠実さの限界もまた告げられているということができます。今日から何週が始まります。今読んでいるヨハネによる福音書の最後の晩餐の様子を見ると、今日の箇所で弟子になったフィリポがまた登場します。どう登場するかというと、主イエスキリストに言うんですね、イエス様、父なる神様のことを示してください、そしたらば私は安心し
あなたのことを信じることができます。主イエスキリストはフィリポに対して、これだけ長く一緒にいるのにまだ私が分かっていない、そう言われます。今日の箇所では、ナタナエルに主イエスキリストを明かしし、来てみなさいというふうに招いたフィリポが、最後の晩餐の席ではまだ全然私のことが分かってないと言われてしまうんですね。また私たちが知るように、ペテロはどこまでもあなたが行くところについていきますというふうに言いますが、主イエスキリストは今はついてくることができない、私が行くところにあなた方は後から来るんだと言われます。そしてペテロに対して、私のことを知らないというふうに予告される。この主イエスキリストのところに行くことができないということはどういうことなのだろうかと思います。実際にペトロをはじめとした弟子たちは、主イエスキリストが十字架につけられるときに逃げ出してしまいます。そのようにして主イエスキリストの行かれるところについていけないんですね。それは自分たちの命が惜しくてついていけないということなのだろう。もしそうだとするならば、教会の歴史の中で信仰のために殉教した人たちがたくさんいます。ペテロもまたやがて殉教するようになります。その時には主イエスキリストの行くところについていくことができた、そういう強さを獲得することができた。最後の晩餐の時には、弱くて主イエスキリストについていけなかった者たちがやがて強くなって、かつてはいけなかったところにまでついていくことができるようになったということなのだろうか。ペトロがどこまでもついてきますと言った時に、それこそ誠実さの精一杯でついていくつもりだったんです。この人には偽りはないと言われるように、偽りなく主イエスキリストの後をついていきたいと願っていた。でもそのような人間の誠実さには限界があるんです。主イエスキリストが十字架にまで歩まれたというのは、その限界を超えたことだったんです。主イエスキリストが十字架に使われるということは、神様に見捨てられ、神様に罪の責任を問われて、その責任を担い、死や滅びに飲み込まれ、すべてのつながりから切り離される、そういう暗いところに飲み込まれるようなところに進んでいくこと、そしてそこに進んでいくことはどのように誠実な人間にもできないんです。神様から呪われる、神様から見捨てられる、死と罪に飲み込まれる、しかもその上で自分の罪の責任を自分で担う、そのようなことができる人はいないんです。だからどれほど誠実な人間であっても、主イエスキリストの十字架の歩みを同じ歩みとして共にすることはできないんです。後から私が行くところに来るようになる、それは後になったら強くなるからついてこれるというんじゃないんです。主イエスキリストのところに行くという意味が全く変わるんです。その場所に立つことができない私たちの代わりに、主が神様に捨てられ呪われ死と罪に飲み込まれるところに立ってくださった。そのおかげで私たちが今度主のところに行くというのは、神様に許され、祝福され、愛され、そして神様の国に導かれる、主と共に神の国に向かって歩んでいくことが与えられる、その場所についていくことになるのです。その意味で、かつてついていくことができなかったペテロが、フィリポが、ナタナエルが、
主イエスキリストについていく存在とされるんです。それはそれらの弟子たちが強くなったからではありません。全く新しい場所に主イエスキリストがよみがえられた後、私たちを招いてくださったからです。自分では自分の罪の責任なんかを得ない、自分では神様に呪われるなんて耐えられない、そのような私たちが、しかし今主によって許されたものとして、主に従うものとされたのです。そしてそのようにして初めて人間の誠実さでは天と地が結ばれることはないのです。天と地の間に道が開かれることはないのです。ただお一人、主イエスキリストが十字架についてくださったことによって、天が開け、そこに道が開かれるのであります。そのようにして私たちのために命の道を開くように、主イエスキリストが十字架に向かって歩んでいってくださったことを心に刻みたいと願います。そして感謝を持って、この主の復活された時に招かれる、その招きの声に応えて主に従うものでありたいと切に祈り願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どうか新しい招きの声を私たちにかけてくださる主の招きの声に応えて、主に従うものとしてください。自分の誠実さなど役に立たないような、そのところで主の恵みによって救われておりますことを感謝いたします。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌313番。
なた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。